野小十郎、片倉兼綱。片倉小十郎兼綱は戦国時代から江戸時代前期にかけての武将で、伊達政宗の近侍となり、軍師的役割を務めた。仙台藩片倉氏の初代で、通称小十郎は代々の当主が当主して名乗る。伊達政宗のために生涯を捧げ、軍事、外交、内政、生活のあらゆる面で政宗を補佐した。秀吉からの五万石大名への誘いや、家康からの江戸屋敷の受領などを断り続け、生涯、政宗に忠誠を尽くした。晩年は糖尿病を患い、享年59で死去する。なお、一国一条例が発布された時、仙台藩にはすでに仙台城があったが、家康の計らいで、兼綱の白石城は例外として、その後存続を許された。